さて、試合の準備もできたし、あとはそうだな、日本に手紙でも書くか。ユキ、俺がキングオブファイターズ97のためにここへ来ちまってから随分経つけど、元気か？今こっちは真夜中の2時だけど、不思議と眠くならない。それは多分6時間後に迫った大会のせいだろう。別に緊張なんかしてるわけじゃないぜ、むしろワクワクしてるんだ。体の奥から湧き上がってくる炎を抑えきれないって、そんな感じかな。世界中から集まってくる連中は去年よりもきっと強くなってるだろう。俺の知らないとんでもないやつもいるかもしれない。だからさ、もっともっと熱く燃え上がれると思うんだ。ふん、熱く燃えるか。そういや、3年前もここでこんな手紙を書いてたような気がするな。キングオブファイターズ94か。あの頃は、そう、本当にただ燃えたいだけだった。強いやつ、喧嘩して面白いやつ、そんな連中とぶち当たることで自分がどんどん強くなっていくような気がしてた。だから腕試しなんて簡単な気持ちでベニマルやダイモンと一緒に試合会場の門をくぐったんだっけな。でもいつからだろう、この俺に妙な運命とやらが絡みついてきやがったのは。あれはルガールっていう黒幕が姿を現した時からか。空母ブラックノアに行方知れずだった親父がいて、そしてルガールと一緒に爆発に巻き込まれて。ユキ、その瞬間から俺の運命の歯車は回り始めたのかもしれない。1年後のキングオブファイターズ95で死んだと思っていた親父と戦うことになって、しかもルガールがあのまがまがしい力を手に入れて帰ってきやがったんだ。そうさ、あの力が本当の始まりだったんだ。あの力こそが俺に宿命の道を。ユキに何恐ろしいこと書いてんだ俺。あの力か。もしそれがなかったら奴とも出会わなかっただろうな。八神伊織、運命、俺と八神が出会うこと、俺と八神が戦うこと、そして八神が俺を殺そうとすること、これはきっと運命ってやつなんだろうな。俺たちが持って生まれた血の宿命、オロチの力ってやつをめぐる長い長い宿命。でもな八神、悪いけど俺はそんなもんに付き合う気はないんだぜ。運命、血の宿命、はっ、知ったこっちゃないね。そんなもんでてめえがてめえでなくなっちまうなら勝手にするがいいさ。いいか、俺は八神よりとしてのお前と戦いたいんだ。オロチの力に飲み込まれちまいの男には用はないんだよ。分かってんのか八神。
ユキ、俺はこれからどこへ行こうとしてるんだろう。もちろんこの大会が終わればまた日本で今まで通りの生活に戻るに決まってる。お前だっていつもそばにいてくれることだろう。でも時々思うことがある。いつかこの日々に終わりが来るんじゃないかってさ。もちろんそれを恐れたりする俺じゃない。むしろこの心を熱くしてくれるんなら全てを捨てても構わないさ。こんなことを言うとユキ、お前は怒るかもしれないけどな、全てを捨てる時か。今夜の俺はどうかしてやがる。運命とか宿命とかそんなもん知らねえって言いながら、まるでその時が来るのを楽しみにしてるみたいな言い方だよな。大会の前でやっぱ熱くなりすぎてるみたいだぜユキ。そうつぶやきながら、しかし俺はもうユキのことは考えていなかった。俺の頭の中にあったのはたった一つ。そう、おそらく俺にその時を告げるであろう一人の男のことだけだった。